はい、ダリーチャンネルです。今日は日本のベイブレード、こちらとアメリカのベイブレードはこちらです。今日はそれを使ってベイブレードバトルをしていきたいと思います。イエーイ。で、日本のから紹介していきます。はい、これは今の主人公アイガが使っているベイブレードですね。絶対開けですと、この剣が出る、金と銀の色、剣が出るエクスカリバー、一番最新のやつで、これは伝統の、機械のスタジアムについていたベイブレードで、これは結構暴走しますね。で、今度はアメリカのベイブレードを紹介していきたいと思います。はい、これはターゲットっていう場所で買ったロンギネス、バルキ時代、バルト時代で使っていたレイっていう人、ジェイズのベイブレードですね。と、これ結構なかなか強いですけど、これギリギリ打ってたんですね。ターゲットっていう場所でまたサビ変えて吸収する場合もあるし、はい、これはこのスタジアムについてきたベイブレードで、これはコットバズキリです。で、これもこの同じくこのバルキリーと一緒についてきたこのスタジアムのもので、これはディフェンスタイプのベイブレードです。はい、これもまた違うエクスカリバーで、これもターゲットで買いました。これはですね、このスタジアム、はい、準備はできました。はい、で、こちらでーす。たたー、はい、で、今から1対1バトルで3回やるんですけど、バトルの相手の結果が決まりました。はい、試合目、バルキリー VS 絶対キです。2試合目、この連動スタジアムでついてきたベイ VS ロンギです。3回戦、バビリオン VS 一番最初のエクスカリバーとケンのベイブレードだった時のバトルの結果が出ました。はい、今からバトル始めます。はい、今から試合が始めます。おシュート、おっと、バルキリーこそ焼き肉ついてたとしてない、日本チームがリード1ポイントです。はい、次の試合を期待しています。2回戦はロンギネス VS 電動スタジアムについてきたこのベを始めます。3、2、1、ゴーシュー、ゴーシュー、あっとー、放送ま、でもロンギネスは来たの、ファーストシーンでしょ、あっと両が強い、なかなか強い、リード1ポイント、リードです、すごいです、リード。はい、ということで第2回戦を終わります。はい、今は最後の決勝戦、ファミリー VS 写真を作るのは最後であるので、結構に分かってます。勝利、おーっと、日本が全部最初続きました。なんていうことでしょう。ということで、今日は日本がゲームは勝ちました。
で、今からボーナスをやっていきます。コマロ VS イトランチャーの秋です。です。で、今からスタートします。よし、レディ。こっちから、こっちから。はい、よし。あ、ボースは秋です。ラスト。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。今日からも是非是非よろしくお願いします。じゃあまたね。